どっこいっしょと。さて、ここからはこのウィリアムで行きましょうか。ワンの主人公ですよ。あ、どうも、ガスパと申します。よろしくお願いします。はい、背伸びして。で、裏で少し進めてまして、ここのねサブミッションクリアしておきました。内容はですね、もうなんだ、かまいたちのステージのちょっとしたハードモードみたいな、敵がちょっとね手強くなってました。ここをねクリアしておきましたと。そして今日やるのはここですよ。もう一つのサブミッションね、槍のまたさっていうね、確かね一番最初のムービーでまたさってやつが出てきたでしょ。多分こいつと一騎打ちという感じなんでしょうかね。行ってみましょうか。俺も槍の腕にはちとばかし自信があってな。どうだ、一つ手合わせ願えねえかって。またさってお前だったのか、前田利家。ほう、お前と一騎打ちか、やってやろう。ほう、前田利家、まさかお前と刀交えるとは思わなかったな。刀じゃねえな、お前槍持ってんな。このステージはお前槍有利だぞ、すげえ広いし。よろしくお願いします。本当に30分、いや1時間でいい。1時間以内に終わらせてくれ、頼む。行くぞ。なんかこれもうロックオンしちゃってるけど、俺もう行っちゃっていいのね。おい、行けねえ。まあまず勉強させてくれ。おお、お前のスカウト精錬っぽいやつ。待て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 、はいはいはい、早いなお前さん。手合わせだろ、殺す気持ちでねえか。まあちょっと勉強させてください。あ、回復アイテム落ちてる。はいはいはい、わあ早いな。おい、うるさ、なんだなんだお前。いや、どうせやられるからそんなに本気でいかない。よくつきな、うわ強っ、炎タイプか、うるさいよ。あ、なかなかだよ前田さん。妖怪やらなんやらね、いろいろいますけどね、やはり一番手強いのは我々人間なんだろう。来い、蹴るわけにはいかねえ。俺も負けるわけにいかない。手山さん、あるいが手加減はしねえ。おお、手加減はしねえ。出るね、何それ。そんなこと戦場でやらないだろお前。あ、もう早い、死んだなこりゃ。うわあ、あえて受ける。3回で離れる、そういうこと。お、早いなあいつも。さすが、お前も来るのか。離れた方がいいですね。正解だった今の。偶然離れたけど。いやー、攻撃パターン変わってんな。ほら、ジャンプしてるからこっちだよ。ほら。何？あ、後ろ回れねえな、もうそのパターン。ほいほいほい、飛べるか俺。切ればお前勝てんだよ。3回で俺殺す。やりやがれ。おお、ここまで来たよ僕。うーわー、お前一発で殺すかね俺を。何回切ってると思ってんだよ。前田利家と言ったな。俺の武士道一つ見せてやろうか。死ねえ。何？もう何回切んねん。もう
よし、今回で勝とうか。行くぞ。前田利家、愚かなり。なんだその気の緩みようは。それでは勝てる戦も勝てるぞ。当たり前だってね。何が手合わせないか。お前何が俺命落としてんだよ。うわー、もうそのなぎ払いよ。唐突に来るから困るわ。いってみるよこれ。はい、強っ。何しやがる。もうやりのまた外はよく言われたものだな。払いたいわ。じゃあ死ね。よっしゃ、集中しろ、もう一回。勝った。愚かなり。勝っちゃったわ。よかった。もうゴリ押しで何度か勝ったわ。話す？なんだ？俺の槍が、ちくしょう。おお。先へ進む。ああ、よかった。勝てました。嬉しいわ。あ、待って。59分40秒。うわ、よかったわ、本当に。最後のゴリ押しを、もう一か八かにかけたけど、よかったわ。はい、進みましょう、次。ミッションを終了します。はい。オクリーヌ。へえ、あいつ犬だったんだ。直将、ここまでやるとはな。乾杯だよ。こんな強いやつが藤吉郎の相棒にいるんじゃ俺もうかうかしちゃいられねえな。だが俺だってこんなんじゃ終わらねえ。次はもっと腕を上げて必ずお前を倒してみせるぜと。おお、ありがとうございます。メニュー、姿としての項目が解放される。お、前田としになれましたね。はい、 OK です。はい、じゃあどんな感じ。おお、前田としこんな感じか。どっちかっつうと伊達政宗じゃないの、もう眼帯。はい、まあいいや、戻りましょうか。で、もうサブミッションも全てクリアしたし、メインミッションもクリアしたし、もうこれ以上どこにも行けないしで、多分2王2のベータ版これで終了なんでしょう、きっと。いやー、よかった、無事クリアでしょう、おそらくね、クリアしたんでしょう、これで。私はなんとかね、まあ投稿できると思いますよ。で、この後これ編集するからね。本当死にゲーの編集って本当大変なの。カット編集だけでもう普通に2時間はいくからね。もうだからね、もう10秒とかスキップしないで最初から最後までぜひ見てください。そしてこれがメインメニューになるんですけれども、一番右上ご覧ください。トーマの証を受け取りに行くと。行ってみましょうか。このトーマの証というものをですね、この体験版でボスを倒すとね、もらえるんですけれども、製品版で、何やら特別な装備品を、装備した状態で開始ができるというね、とてもいい特典になっております。なので製品版買う予定のある方はぜひね、この体験版やっておくといいかもしれません。はい、じゃあこれから編集投稿をして、こちらのね、ウィリアムのように私もね、寝てしまおうかなと思いますよ。
そしてこのウィリアム、あの本名はウィリアム・アダムスというね、あの航海士なんですけれども、本当過去に実在していたあの徳川家康にね仕えていたあの外国人の方なんですけれども、ちゃんと日本名あります。安仁というね、三浦安仁という名前を持ってるんですね、このウィリアム。でこのウィリアムを操ってですね、さまざまな武将を倒して、妖怪たちを討伐して進めていくのが仁王1の方なんですけれども、で漢字の仁王2はですね、2020年の来年ですね3月の12日に発売ということでして、まあ腕鳴らしではないですけれどね、仁王2をプレイする前に仁王1とか、この体験版をねちょっとプレイするのもありかなと私思っております。じゃあ、はい、仁王2の体験版これで終了いたします。最後までご視聴ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。